小倉線は、福岡県北九州市小倉北区の小倉駅から、小倉南区の菊九駅までを結ぶ北九州、高速鉄道の小座式モノレール路線である。旅客案内場は、北九州モノレールと呼ばれている。1985年1月9日開業。北九州市の都心部を南北に貫き、小倉駅菊九駅間を19分で結ぶ。 1980年に廃止された路面電車西鉄北方線の代替機能を担っている。1998年には小倉駅ビルに乗り入れて JR 線との乗り換えや北九州市の文字、戸端、八幡、山口県の下関方面との利便性が向上した。小倉菊休館を昼間時10分間隔で運行している。 平日の朝通勤時間帯は7分間隔となる。2016年3月26日のダイヤ改正前は平日の朝通勤時間帯と小倉競馬場の観客輸送を担う関係で土曜、休日の夕方が6分間隔となっていた。定期列車はすべてワンマン運転。2009年半ばまではほとんどの列車で ATO による自動運転が行われていたが、 以後は ATC による手動運転のみになっている。また、これに伴い車両にあった発車ボタンや ATO のスイッチは改造され取り払われている。毎年7月下旬にはビール列車が運行される。毎年12月下旬にはサンタ列車が運行され、小学生以下の子供にサンタクロースがプレゼントを配布している。北九州市の中心地である小倉北区と 人口が増加する小倉南区とを結ぶ交通機関として計画された。当初、北九州市による直営も考えられていたが、1972年に交付された都市モノレールの整備の促進に関する法律による都市モノレール建設のための道路整備に対する補助制度の適用を受けるため、第三セクター会社の北九州高速鉄道による運営となり、 その補助制度適用第1号の路線となった。車両の検査、修繕は、菊休駅に隣接する車両基地で行われ、JR 九州エンジニアリング株式会社菊休、車両所に業務委託されている。近年では、車体一面に広告を掲載している、ラッピング車両も多く存在している。 2010年3月27日からは開業25周年を記念して松本零士により銀河鉄道39のメーテルなどがデザインされたラッピング車両を2016年12月までの期間限定で運行している2015年4月12日から開業30周年を記念し開業当時の使用されていたブルーを基調とした座席やラッピングの同車両を運行させ 同年7月24日には2005年以来10年ぶりにビール列車として当日1便限りで走行した全駅福岡県北九州市に所在。ありがとうございます。